巡回バスで移動がより便利に。10月から旧品地区を巡回するバス、ヨネギーバスの実証運行が始まっています。旧品地区を巡回バスが走ると地域の皆さんは移動が便利になりますね。はい、そうですね。実証運行はすでに開始しており、来年の3月31日までを予定しております。どこまで乗っても大人150円の運賃設定なので気軽にご利用ができます。また大篠津町駅や川崎口駅も経由しているので、 JR 境線を利用してさらに行動範囲を広げることもできますよ。私も早速乗車。1周およそ55分、1時間おきに走ります。どんな場所を走っているんでしょうか。あ、丸号が見えてきました。スーパーにも乗り換えなしで行けるのは嬉しいですよね。これなら買い物へ気軽に行けますね。あ、博愛病院です。病院にもアクセスできるんですね。これで通院や検診も安心ですね。いかがでしたか。はい、病院やスーパーへのアクセスに乗り換えがないので、お年寄りや体が不自由な方、子供を連れている方、どんな方でも安心便利に利用ができそうですね。そうなんです。ちょっとしたお出かけはもちろん、生活もより便利になると思います。皆さんにも気軽に利用してほしいですね。エンジョイヨナゴ。今年12月2日から保険証の新規発行が終了。マイナンバーカードと保険証が一体化した新しい仕組みに変わりますよ。保険証が今年の12月2日からどうなるんですか。保険証の新規発行が終了し、いよいよマイナンバーカードの保険証としての利用が本格化します。なお、利用するには登録が必要です。登録は医療機関の受付にある顔認証式カードリーダーから登録、マイナポータルから登録、セブン銀行 ATM から登録が可能です。米子市役所1階のマイナンバーカード特設ブースにおいて登録の支援を行っています。ぜひご利用ください。うん、なるほど。利用登録はスムーズにできそうですね。現在の保険証が12月2日以降すぐ使えなくなるわけではないのでご安心を。また米子市の国民健康保険の場合、マイナ保険証がない方は資格確認書を保険証の有効期限が切れる前に交付します。医療機関の窓口に提示することで今までの保険証と同じように医療を受けることができます。マイナンバーカードを健康保険証に利用することで、情報提供に同意すれば検診や処方薬のデータを医師・薬剤師が確認することができるため、体の状態や他の病気を推測して治療に役立てるなどのメリットがあります。そうなんですね。早速私も利用登録します。エンジョイヨナゴ。インフルエンザ新型コロナ定期接種対象の方には予診票を郵送しています。郵送物内に記載された医療機関を予約の上受診してください。10月はがん検診受診率向上集中キャンペーン月間です。がん検診を受診して早期発見早期治療につなげましょう。 J コインペイを利用し米子市内の対象店舗で買い物をすると最大1万円分のポイントをプレゼントします。ぜひご利用ください。